というわけで、相変わらずの自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけで、たまにはがっつり脂っこいもの、そう唐揚げ食べたいなっていう時ありますよね。というわけで買ってまいりました。それがこちら、ダダダン、唐揚げ鳥たつさんの辛メンチ弁当大盛り&甘辛香味唐揚げ単品です。鳥たつさん、以前ご飯おかわり自由だとかお弁当なんかもね、ご紹介させていただいたことがあるかと思うんですけれども、その時にねご紹介しきれなかった磯辺唐揚げだったり、紅生姜唐揚げ、そして旨辛香味唐揚げなんかもねありましたので、辛メンチ弁当の唐揚げ3つまでね、選べることができたっていうことで、醤油味、磯辺味、紅生姜味をチョイスいたしまして、で単品でこちら甘辛香味唐揚げを選択したというわけなんですけれども、蓋を開けた瞬間にね唐揚げの香ばしい香り漂ってきてたまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでまずはスタンダードなね醤油味からいただきましょう。うわ、冷めててもむちゃむちゃジューシー。衣は竜田揚げ風な片栗粉タイプの衣だと思うんですけれども、しっかり衣にね味が染みてて、本当にご飯が止まんなくなるタイプの唐揚げですよ。はい、それでこちら紅生姜唐揚げいただきましょう。色もすごいですよね。インスタ映えしそうな感じですけれども、もうなるほど、ちょっとね衣が分厚くなって油をより多く吸い込んだといった印象ありますけれども、紅生姜ってもともとねさっぱりしてるじゃないですか。そのさっぱりな感じと油の揚げ物の組み合わせたるや絶妙で、そのね紅生姜のちょっと甘酸っぱい感じが本当に衣として大正解といった感じ。これは本当に夢うまい、決まりましたね。これは夢ですよ。なるほど、大人の美味しさ、酒飲む方なんかもしかしたらね好きかもしれませんね。はい、それでは磯辺いただきましょう。いや、私もともとねちくわの磯辺揚げだったり磯辺風味、なんだったら海苔が大好きなもんで、もうね本当に磯の味と唐揚げの香ばしさ、ちょっとオイリーな感じと絶妙にマッチしてて、いやこちらも美味しいですね。はい、それではこちら甘辛香味唐揚げいただきましょう。なるほど。じゃあ甘辛ダレの本当に旨味が濃いと言いますか、ちょっとね胡椒だとか香ばしいスパイス的な雰囲気も感じられつつ、しっかりとねこの甘辛ダレでまとまってるといった感じで、いやこちらもこちら美味しいですね。なるほど。はい、それではこちらメンチカツ。いやこれもジューシーなんかいっつって、よくねありがちなお弁当屋さん、お惣菜屋さんのメンチカツなのかなと思ったら、しっかりとこのねメンチの味が濃くって、いやこれはこれで美味しいですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味
味しかったですね。さすが唐揚げ専門店さんといったクオリティで、しっかりねテイクアウトの唐揚げといえども冷めちゃって、いや美味しくないななんてことはなくって、しっかりお弁当でもねジューシーなまんまご飯に合うタイプのしっかりとした唐揚げを提供してくださって本当にありがたかったですね。そして唐揚げのみならずメンチカツの方もねがっつり肉感を感じられて、いや最後まで美味しくいただくことができましたね。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日は鳥達さんの辛メンチ弁当をいただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 。バイ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